デリー6は2009年に公開されたインドのミュージカルドラマ映画。ラケシュ・オム・プラカシュ・メイラが監督を務め、アビシェー・クバッチャン、ソーナム、カプール、オムプリ、ワヒーダ・レフマン、リシュ・カプール、アトゥル・クルカルニー、ディーパク・ドブリアル、ディビアア・ダッタ、アディティラー・オハイダリーが出演している。ストーリーはメイラが幼少期を過ごしたオールド・デリーのチャンドニー・チョークを舞台としている。タイトルの 6は、チャンドニー・チョークの郵便番号、11万6の短縮形である。第57回ナショナルフィルムアワードで、国民統合最優秀長編映画、ナルギス・ダット賞を受賞した。アビシェイク・バッチャン・ソーナム、カプール・ワヒーダ・ダレフ・マンリシ・カプール・オムプリ・ディビアーだった、企画の初期段階では、メイラが、新作映画のために新人を起用することが、報じられていた。 アーミル・カーンのウィームラン、カーンの起用が噂されていたが、彼は、ジャーネツ、ヤー・ジャーネ・ NA に出演した。その後、主役にリティク・ローシャンが検討されたが、すぐにランビール・カプールと交代した。また、アクシャイク・マールからもオファーを断られた。メーラは、デリー6の主役の候補には常にアビシエイク・バッチャンが念頭にあったと語っている。 アビシェイクのスケジュール調整に時間がかかったが、最終的に彼が主役に起用された。ヒロイン役には、ソーナム・カプールが起用され、リシカプールとターンビアーズ・ミーの出演も決まった。2009年2月20日に正式に制作が始まり、アビシェイクが演じる、ローシャンの祖父母役としてアミターブ、バッチャンとワヒーダレフマンが出演している。プロダクションデザイナーには、アクス、 ランデバサンティに引き続きサミール・チャンダが起用され、彼はラージャスターン・シューサンバール・レイクタウンにオールド・デデリーの街並みを再現した。また、ジャーマー・マスジドはデジタル処理で背景に追加されている。編集はメグナ・アスシットとメイラの妻・バルティが担当したが、メイラはインタビューでアスシットは編集に参加していないと語っている。音楽監督にはエアールラフマーンが起用され、 作詞は、プラスンジョーシーが担当している。楽曲は2009年1月14日のインディアンアイドル4コンペティションで発表された。アビシェイクとソーナムをフィーチャーしたマセカリがリリースされたが、これは映画には登場していない。メーラはこれについて、この曲は映画の一部でありませんでした。デリー6のような映画に平和の歌を誰が入れようと思うだろう。それは偶然起こりました。 私が脚本のプレクライマックスに差し掛かった時、立ち往生しました。そこで私は物語をフィナーレに導くための永続性のリンクの必要性を感じたのですと語っている。当初、公開は2009年2月13日を予定していたが、ラフマンの不在により完成が遅れ、2月19日にニューデリーでプレミア上映が行われ、翌20日に公開された。 ダケシュオームプラカーシュメーラ6点トマトズニア5件のレビューが寄せられ、支持率40%、平均評価5.2、0となっている。ザ・テレグラフのプラティム・ディー・グプタは圧倒的なオーディオビジュアルの紛失により映画は必見の価値があると批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのニキャット・カズミは3、5の星を与え、 デリー6のメッセージとパーフェクトで死のインド感覚のために映画を見てくださいと批評している。ニューデリーテレビジョンのアヌパマ・チョープラーは、デリー6は野心的で善意があるが、良い意図が必ずしも良い映画として翻訳されるわけではないと批評し、貴重な失敗だったと述べている。CNN イベンのラジーブ・マサンドは、デリー6は、ランデ、バサンティのような偉大な映画ではなく、 クライマックスは満足のいく内容ではなかったと批評している。ヒンドースタンタイムズの差し張り側3、5の星を与え、メーラーの心は確かに正しい場所にある。しかし、彼は自分自身を許せなかった。そして、私たちは少しでも楽しめただろうかと批評している。rediff.com のアーサー・ J ・ペイズは映画の革新的なスタイルとストーリーラインを称賛した。 ありがとうございます。